皆さんこんにちは、プロテニスプレイヤーの秋田志保です。今ドイツに行くためにエミレーツ航空でチェックインしようと思って、あの荷物とか預けてチケットもらおうとしたんですけど、なんと日本の外務省が出してるガイドラインとドイツ現地が出してるガイドラインが結構違うみたいで、日本の外務省のガイドラインだと、もう1月1日から入国緩和されてるんですよね。でもそれが現地のドイツ現地のガイドラインだとそれがされてないらしくて、なおかつ試合でドイツに行くっていうのはそのドイツ現地のガイドラインでは入国許可に当てはまらないそうで、エミレーツ航空の方も調べてくださって、でなんかそれに結構戸惑ってらっしゃるぐらいの感じで、今空港10時半のフライトなんですけど、まあ、ちょっと早めに7時半ぐらいに着いて、でチェックインしてから今9時半なんですけど、食事してずっと待ってる感じです。でもしかしたら明日エバラで練習してるかもしれません。まあ、また何か進展があったら撮ります。 See you。PCR の陰性の結果の書類が必要なので、ハンブルク空港で PCR 検査を受ける予定になっております。まずは久しぶりの長距離飛行機を楽しみたいと思います。いってきます。不安や。はい、というわけでですね、ここから私の後からアナウンス一発撮りでお送りしたいと思います。なぜかというと飛行機の中の音がうるさすぎて聞こえたもんじゃなかったからです。はい、というわけでね、最近流行りのキュンですをやってみてるわけなんですけれども、なんとこの後ですね、急に、機内持ち込みの荷物紹介が始まります。まずはスウェットパンツ、飛行機で着替えます。お次はですね、こちら。はい、耳バンドです。ヘアバンドです。耳バンドってなんやねん。はい。これは筆箱です。この中には AT ミニって言って治療器が入っています。こちらは、もろもろ液体類ですね。化粧水とかです。これは、使い捨てマスクと使い捨て手袋が結構入ってます。これは足の裏をほぐすボール、エバラからパクってきました。これはコンタクトです。私はワンデーを使ってます。これはなぜか持ってきた目のやつ。あれ、これはコーチから借りた本です。アナウンスが間に合いません。これは GS 財団の方からいただいたモフモフのタオル。これはアルコールティッシュです。拭きまくります。グー！でね、まあここで時間を取ってますけど、なんで取ったのかちょっと定かではありません。飛行機の中は、電気を消すと天の川みたいになっていました。綺麗やね。でも結構この時夜なんですけど、ちょっと時間はどこかわかんないんですけど、おつまみいただいて、オレンジジュースいただいて、チョコレートですね、これはチョコレートいただいて、でお水もいただいたっていう感じです。キラン、なんやそれ。これね、ドバイの景色なんですよ。私ね、
今までいろんな国行ったじゃないですか。ドバイのね、夜景がめっちゃ好きで、まあ、トランジットでしか行ったことないんですけど、なんかこれ不思議じゃないですか。四角がいっぱい。このもう、なんていうの？この電気って感じがもう、電気って感じが良くないですか？ めっちゃ好きなんですよ、ドバイの夜景が。おすすめでございます。ドバイに着きました。一応着いたばっかりなので、あ、画面近くてすいません 乗り換え中で、この乗り換えがうまくいったらハンブルク着くんですけど、とりあえず朝ごはん食べたいんですけど、私早はや、あの着いたらとりあえずまずゲートの場所確認してからじゃないと落ち着けない人なんで、とりあえず先にゲート行ってゲート確認して、でちょっと食事もね怖いんだけど、ちょっとアルコール拭きまくりながら食べようかなと思います。みたいなやつ。まあというわけで、あったのでトイレ行ってご飯食べようかなと思います。お疲れ様です。顔がむくんでますが気にしないでください 先ほどハンブルク空港のコロナセンターから、連絡があって、 PCR の結果が陰性だったということで、ホテルに着いてから3、4時間ぐらい、まあ一応部屋にもうね、移動してきた身でそんなね、悠長なこと言ってられないんですけど、一応責任もあるので、ちゃんと部屋にこもって、ストレッチやら体幹やら YouTube 見たりして過ごして、ロックダウン中でも一応食品の買い出しは行っていいとのことだったので、スーパー行きたいんですけど、こんな、わかりますかね？ちょっと夜なんですよ。もう時間的に言ったらまだ7時前なんですけど、もし今日スーパー行けなかったら、まあちょっと飲み物とかはないんですけど、今日から行ったからちょっと聞いてみるって言って、レストランさっきチェックインするとき電話してくれたんですけど、誰も出なくて、あれやってないかもみたいな言ってたんで 一応スーパーでなんかお惣菜みたいなの買い出しできそうやったら、節約もしたいので、それで夜ご飯を調達して、もし外に、今外に行っていいかどうかをちょっとホテルの人に聞いてみようかなと思います。行ってきます。雪が降っている。一応レセプションの人に確認したら、ロックダウン中だから何もやってないよみたいな。でもなんか、もし飲み物とか買いたいんやったらどこ行ったらいいって言ったら、ここだったらって言って教えてもらったので、ちょっとそこにちょっと行ってみます。なんかロックダウン中で車の通りはまああるんですけど、人通りはあんまりないです。たまにああやって数人いるぐらいです。